そうですね、今日は台風の影響もあって会場に到着するのが遅くなってしまって、応援に来ていただいている方々もそうですし、対戦相手の方々もそうなんですけど、たくさんの方々をお待たせしてしまって、自分たちもちょっと大変な状況の中の試合だったんですけど、たくさんの方に応援していただけたので今日勝つことができたと思います。本当にありがとうございます。安藤選手でしょうか。そうですね、1番のダブルス落としてしまったんですけど、接戦で落としてしまっていたので、悪い流れで次につながっているわけではないので、いい流れで自分の番まで回ってビクトリーまで最後までいい状態で戦えたんじゃないかなというふうに思います。それアンド。 11-6 ゲームアンドマッチ2アンド。